はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。戦闘機リュウです。さあ本日なんですけれども、戦闘機新規カード死ぬほど実装されておりまして、今回この戦闘機を、持ってきました。エクストラデッキにですね、もう大量のモンスターが追加されておりますのと、あとメインデッキにもね、未来の柱キアノスさんっていう超ヤバいカードが実装されてまして、まあキアノスさんがめちゃくちゃ強いのでこれちょっと説明していきたいんですけども、キアノスさんは手札から魔法カードを捨てて特殊召喚できて、で特殊召喚に成功した場合に自分のデッキ墓地からロゼを出せると、こっちですね。で、まあ、これレイも出してほしかったけどな。で、ロゼ出して、でこのターン自分は機械族しか特殊召喚できないって縛りが入ります。まあ、機械族、リンクモンスターなんだ基本的には、戦闘機はなんで、まあ、ここはまあ戦闘機展開するんだったら問題ないかなっていう。で墓地のこのカードを除外すると自分の、墓地除外状態のロゼ一体を選んで、手札に加えるか特殊召喚するよっていう効果がありますよと。まあ、要は展開力が手に入るわけですね、戦闘機デッキの中で。まあ、一気にリンク4度までいけるようになってますんで、まあ、新しい新規モンスター一切出さないと言われているこの戦闘兵器スペクトラとかを一応、まあ、今回お情けで入ってるんですけど、これとかを出すことができるよというところですね。で、新しい、ね、新規モンスターでめちゃくちゃ強いのがこれ戦闘機カメリア。これめちゃくちゃ強くて、効果モンスター2体で作れるんですよ。効果モンスター2体で作れる戦闘機モンスター でしかも1ターンに1度魔法カードが3枚以下だった場合自分の墓地、デッキから戦闘カードを墓地を送るっていう効果あって、だからカメリアの効果で、エンゲージとか送って、でカメリアをカカルに変えればエンゲージアクセスできるんで、効果モンスター2体がエンゲージに変わるってことなんですよね。カカルエンゲージに、これめちゃくちゃ強いんですよね。で、まあ、それを、まあ、サポートしていくのにキアノスとかの展開力を使っていこうねっていう感じの構築でね。今までね、あの戦闘機って結構そのニビルとかをなんかぶち込むとメインモンスターゾーンにカードが存在してるから、なんかその戦闘機モンスターを出すの結構難しかったんですよね。戦闘機に1回帰る必要あるんだけど、まあ、そのジークとか1回出してとか、戦闘機引かないとダメだったんですけど、今回ね誘発2枚とか、例えばニビル先行相手取られて、まあ、撃ちました、で開始のターン増殖する G 召喚で、増殖する G とニビルでカメリアとかできるんですよ。だそうするといきなりここの誘発2枚が戦闘機ムーブにつながるっていうところで、結構こいつは革命です。はい。で、カメリアで、まあ、戦闘機ムーブを開始していくっていうことができるようになっているってことですね。で非常に、大事なのは、イラスト違いのカードが実装されたってことですね。戦闘機かがりの新規イラストとこれエンゲージの新規イラスト、これマジかっこいいんですよ。あのエフェクトあるんですよ、あの 新エフェクトが。マジでこれ見てほしい、一回ね、あの動画見ていただきたいと思います。で、一応エクストラデッキはアザレアテンペランスとか、スペクトラとか、あとエンゲージゼロ、まあこの辺も入ってるんですけど、じゃあ、これ多分サムネイルになってんじゃないかなと思うんだけど、イラストがかなりエモいからぶっちゃけ出さないですね効果はまあ弱くはなくて、その特殊召喚成功したらフィールドの2500以上のモンスターの効果を無効にしたり、あとなんかぶん殴る時のダメージステップ開始に相手のモンスター全部パしたりとか、そういうね効果があって、まあ弱くはないんですけど、リンクサインにできないっていう効果と、まあこれ要はリンケージでどかしてねっていう効果なんですけど、リンクサインにできないっていう効果と、あと打点が低いんですよね、どうしても1500で。でしかもなんかダメージステップ開始時だからなんかダメージ入らないし相手のライフに。だからね、これあんま出すことなくて、なんかこれ出すんだったら結構なんかあのジークで1枚除外してテンパランスで1枚装備してみたいな動きするから、なんかあんま出さないんだけど、まあ、一応このモンスターもちょエモいからさすがに採用せざるを得ないということで入れております。まあ、一番出さないのはこいつという説あるけどな。ああ早速ちょっと、戦闘機、戦闘機動エンゲージの新演出お祝いしていきたいと思います。やってみましょう。デュエルスタンバイ。なんやれこのハンド何デッキだよこれ。戦闘機でおらんかったらマジで何デッキか謎でくさ、ほんまにわからん。ちょっとこれしずくエンドです。これが戦闘機デッキマジわかんねえなんだよこのデッキみたいな話だよこれ。戦闘機しずくさんの効果を起動するぜ。いやー法要で、まあ、ここ言ってくるな。まあいいや、しずくは、まあ、ただ言うてあれだな、エンドフェーズのサーチが結構効かなくなるのは意外と痛いが、まあ、ニビルとわらしとうららとエフェクトベラなので、まあ、大体相手止まりそうな気しますけどね。こんだけ手札があれば、ただ雫いるだけでただの手札が一発いけからね。俺戦闘機のテクニック、おいお前ふざけんなお前じゃあさ、スネークアイのさ、すびき反逆率高すぎなんだけど、
スネークアイデッキのさ、素引き反逆率高すぎ新作で草。終わってるマジ。現在法スネークアイ。いや、まあさすがにうらら打つか。いや、ウェクセルに打つもあるか。これね、ちょっと難しいですよね、うらら持ってるとき。なんかこれで、まあでもエクセルが召喚されることほとんどなくなったし、あとまあエクセル召喚されても無限法よ。ああ、エフェクトメーラー打てるから、まあ別に今回は打っていいんじゃないかな。ああ、オッケーオッケーオッケー。了解。まあ、ってことは相手も手札誘発とかなんかな ?2 枚。おー、神危ない。いや、ほんとこれが来なかったら何も起きなかったからね。ちょっと一旦ね、一旦モンスターか。まあ、ちょっと 一応エフェクトベーラーケアで、ロゼ。こちらにキアノスって言って、キアノスにエフェクトベーラーって言われたら、あの、戦闘機モンスターになれないんで、あ、ドローラードロックワード。あー、なるほどね。まあ、ちょっと一旦ロゼは召喚して、墓地からの回収はできるので、一応カガレになっといて、で、カガレになっといてエンゲージ回収してんのかな。エンドっていうか、まあ、殴ってんのかな。で、あ、新規イラスト来た、かわいい。エッチ、非常にエッチ。で、エンゲージ回収。墓地からは回収できるんで、こうしといて、で、ドロール入ってるんで、雫出しても意味がないという話。まあ、ハヤテも出す意味ねえよ、今。一応ハヤテになっとくか。一応ハヤテになっといて。じゃあ、ちなみに、あの、戦闘機のプレイング、マジで、あの、ゴミなんで、僕。戦闘機ガチ勢の方すいませんね。よかったらコメント欄でなんかこういう風にした方が本心はいいですよみたいなあったら教えてください。じゃあ本当に使ってこなくてあんま分かってないです。戦闘機のプリング。これキアノスで次のターンロゼ蘇生できるようにだけしよっか。で、エンドフェーズ入って、で、相手はリソースがスネークアイあるんで、現在法あるんで、現在法から動いていくみたいな感じなのかな基本的には。まあそういうことだね。はい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 、はい、まあ、そういうことなんですよね。でエクセル、はい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 、エクセル OK です。でエクセル召喚ですね。でここエフェクトベーラーですね。かましましょう。 OK でこれで、エクセル止めたのでかすぎて、これはかなりでかいぞ。これもうあいつエクセル召喚しまったから、かがり火とかないときついやろ。展開してきたニビルぶち込むわ。あ、リンクリボーね、オッケー。了承。よし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 。いけるいけるいける。あー、抹殺はいらないけど。抹殺はいらないけど、エンゲージ、これ新イラ、あの、演出ですからこれ、皆さんね。存分にお楽しみください。これ、6号はキル取れそうじゃね？さすがに。6号はちょっと、勇気のリンケージ、これ。ちょっと待って。で6号はさすがに取れる。リンクリボーでしょ、リンクリボー。まあ、ちょっとキアノスの効果起動します。でキアノスでロゼ出す。まあこうだな。これがキアノスの強さだね。モンスターがあの召喚権使わずに1個増えるっていう。でジーク出すでしょ、はい。でジーク効果、リンク召喚成功した場合に、こいつ吹き飛ばして、でジークの効果、これは特殊召喚したのかな。まあロゼを出してしまうとメインモンスターゾーンにモンスター出てしまってマジでやばいこと起きるんで。でジーク2号バトル入る。リンケージリンケージ多分いけると思う。6号でしょ。で、ジーク、よし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 、いけるぞ。マスクチェンジだ、いけ。戦闘起動、リンケージ発動。リンケージの効果によってジークを墓地送って現れろ。戦闘機かがり新イラスト爆弾、リンク召喚成功値、効果発動。自分のうちの戦闘魔法を1枚回収することができる。うおっ来た、オッケー来た、オッケー、キュッといけ。戦闘起動、リンケージ発動、かがりを墓地送って、あらら雫ちゃん、うおー対戦ありがとうございました。オッケー、オッケー。最初初手やばかったけど、勝ったからよし。あー、なるほどね。まあ悪くはないかな、後手としては。ちょっとモンスターがニビルトークン、あー、ニビルモンスターを打った場合ニビルプラス効果モンスターでカメリアになれるんで、まあ、それはねかなり相性がいいかなと思うね。あの新しいカメリアちゃんがめちゃくちゃ強いからさ。ベールリンクスね、オッケー。サラマングレードだ。
サラマンもなこれが、まあ、どこにうらら打つか問題なんだよ。うらら打つところ間違えると普通に引いたからうらら蘇生されてトガ姫レイジングフェニックスとかなっちゃうから、まあ、レイジングまでガメるのもまあまああるんでね。うわこれあれか、いやそれやってくるんだったらミラージュ、いやまあそれやってくるならここでもう2ビルつぼ普通に。あのうららはマジでゴリ恨みあるんでサラマングレードは、まあここでこうして分からせてよし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 、これ分からせてでこれ相手固まるオッケー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 、あーオッケ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 ー、よし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 、ターン帰ってきた、ターン帰ってきた、でかすぎて草で、ナリキンゴブリンオッケー、ナリキンゴブリンぶち込みますか。まあ基本的にはねタラマングレイトはいらな、まあ召喚するか、これで召喚してこれ誘発とニビルでカメリア出して動きに行くのができるのがかなり強いよねこれ。まあ取るか知らんけど、でカガカメリアリンク召喚でカメリアの効果を発動してエンゲージ落としてかかりで回収の動きができるのがこのニビルトークンをね簡単にこうね、あの初動にこうできニビルトークンじゃねえや、ニビルを簡単に初動にできるようになったらめちゃくちゃでかくない。うん、伏せカード多分ね機能しないんだよあれね、多分ねサラマングレートモンスターやったらあんま何もなんないから、サラマングレートデッキっていうのは基本的には、いやまあ一旦これかがりで、いやでもねこのターンキルは取れないと思うんだよな、さすがに。戦闘機かがりちゃんの効果を起動してエンゲージを拾わせてもらってもよろしいですか。よろしいですよ。で戦闘起動エンゲージ発動して、もうちょっと魔法トラップ、魔法カード3枚貯めるの無理だわ、これ。マルチ。さすがにやっぱ、エンゲージをさ、打つときさ、3枚貯めたい。うお、演出かっこいい。3枚貯めたいんだけど、3枚貯まるってなかなかないのよね、やっぱりね。いきなりのその先行1ターン目とか、この高校1ターン目で、まあ、魔法カードを連打する後手型戦闘機になるものもあるらしいんですけど。で、一回これでこうすることによって、相手の前破壊&後ろ破壊もかますことができるっていう話ですよね。あ、ロアロア、よし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 、ロアでかい、ロアショットのマジでかいわ。でこれでバトルだな、一回一旦バトルで1球入れて、はい、でライフルあと残り7100、普通に多分これスネークアイ召喚してたら世界終わってんだけどなわざわざ戦闘機を使わなくてもみたいな話あるんだけどよ、もうセットだな。でエンドフェイズマルチ効果起動します。俺2回打ったよね。でこうしてで、あーやべえ、2回じゃねえ、1回だった、いやめした、やばい、ちょ2回打ったのさ、やべえやばじゃあ順番逆だったわ。これチャーク持ってきるっすか、これマジミスったわ普通に。これ順番逆ですね、これ普通に。あれ俺2回打たなかったっけ。でまあちょっと一体とりあえずリソースをそぎましょう相手の。まあ多分これスピニーかなんか除外しとけんじゃねえかな。これシャーク、これ絶対これシャーク持ってきて、シャーク打ってからマルチロールだったわ、本当にごめんなさい叩かないで、戦闘機あんまりプレイングわからないから叩かないで。今これあれでしょ、だし分かってんだよ。シャーク、ちょ待って、シャーク持ってきて雫で、でシャーク打ってからマルチロールの順番でしょ。ちょお前黙れ、お前は黙れ、お前は黙れ。でこれでレディーデバッカーちゃんはパクらない、コントロールは得ない。はい、よし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 、これで、初動は止まってくれるはず。セットオッケー、リンクすらもしない、了承。まあ、打点高いしな。でマルチロールの効果で、マルチの効果でこれもう一回アフターバーナーを持ってきて相手の後ろ割ってもいいけど、まあさすがにエンゲージだよな、エンゲージあるならエンゲージ回収しない意味わかんなすぎでしょこれ。さすがにエンゲージ、はい、オッケー、よし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 、割となんとかなってはいる。であとはこのターンでキル取れるのかどうか問題。7100、え、わかんねえ。まあ、ちょっととりあえず、まあ、とりあえず脳死でエンゲージだけ打つ。一旦ね。一旦脳死エンゲージ。
打ちまして、リンケージ持ってきたらワンキル取れるのかな。なんかワンキル取れるかどうかちょっとわかんなすぎて、ちょっと一回ウィンドウでいいや。わかんなすぎ。わかんなすぎ、もうと。ちょ、マジで、これ、ワンキル取れるんすか、戦闘機使いの皆さん。この状況って、これなんか、リンケージ持ってきたらワンキル取れるんすか。あ、お、強い。お、強い。それは強い。さっき殴ったらマジで意味なくなったけど、相手のライフ。ナリキンゴブリン打ちすぎて。で、ですね。これキアノス持ってきたらモンスター数増えてちょっと打点上がるか。リンケージ触らせねえからよ。キアノス持ってくるじゃん。で、デッキからドローすんじゃん。ああ、でもまあ、手札は強くなってきたね、だんだんね。でも普通にこれは召喚でいいな。召喚。で、キアノス召喚成功時の効果を起動して、デッキからリクルート。なんかあるね。無限抱擁か。ああキアノスに無限抱擁で草。なかなかないですよ、この。こいつに無限砲を撃ってくれるのはなかなか熱いですね。モンスター数増えの嫌だったことが。まあ、カガリを作って、で、回収して、で、まあ、当たり前にエンゲージ持ってきといたらいいんじゃない。まあ、これ、シャーキャノンもまあまあありだっか。いや、まあ、墓地、一応除外してもそんなに意味ないな、今。まあ、エンゲージでいいや。で、これ、回収するでしょ。圧倒的リソース差ぶつけるわ。圧倒的リソースの差、リソース量ぶつけることにした俺は。で、マルチロール君はあれですね、邪魔ですね、非常に。これ無限抱擁をぶち込みました。マルチロールさんが無効になっておりますので、キアノンさんをどかせないといったところで、まあ、ジークに変換するしかないか。じゃあジークに変換せざるを得ない。はい。で、ジークはあんま関係ない。エンゲージぶち込む。で、妨害になるカードがいいんだけど、妨害になるカードあんまねえな、これ、今。まあ、じゃあ、リンケージかなんかでいいか。次のターンのための。はい。ひょい。かっこいいな、この演出。まあ、強いね。めちゃめちゃ強いやん。めちゃめちゃ強いやん。で、しずく見て、この圧倒的リソース量やばくない。こっからまだガングス入るからね、エンドフェーズに。で、これとこれだけセットして、で、こうして、こうして、で、こうして、で、まあ、これリンケージ持ってきて分からせよ。俺かかってこいよ、てめえかかってこいや。すごいリソース量だな。こうなってると戦闘機楽しいね。このなんか圧倒的そのリソース量の差を見せつけるっていう、これめちゃくちゃ楽しい。やっぱ遊戯王が好きな人は戦闘機とか好きなんだろうな。ちなみに僕はクソゲが好きなんで、クソみたいな制圧をして、ドヤ顔腕組みエンドするのが好きなので、戦闘機あんま向いてないんですけど、じゃ戦闘機好きな人の気持ちはめちゃくちゃわかるわ。絶望的な癖。絶望的癖の量だよな、これ。うわー、まあまあ強そう、これ。これまあまあ強そうじゃない？これ結構アリエッティでしょ。エンゲージハーピーの羽根暴起。抹殺ちょっとあれだな。抹殺アウトしてもいいな、これ。抹殺、まあ一応魔法カード使えるかなと思って入れてんだけど。やべえ、ちょっと待って。これあれじゃん。ミラーじゃない？これミラーだわ。戦闘機ぐらいだ、これ。戦闘機ミラー、未来の柱、キアノス来た。やばい、コスト強。コスト強。ちょ、それさすがにコスト強いな。妖刀竹光コスト2、キアノス出してロゼ出しながら竹光かのサーチ、さすがにやっていくとおかしいでしょうね。めちゃくちゃ強いやん。うわ、竹光来た。なるほどね。竹光戦闘機っていうね、まあデッキも存在していて、まあ誘発とか手札誘発とかだいぶ入れる枠結構削られちゃうんですけど、その代わり魔法カードがかなり溜まりやすくなってるんで、墓地には。まあ一応エンゲージとかの効果を強く使ったりすることはできますね。作ったことあるんで、デッキ。一応、こう新規来る前。まあそれ気になった方は見ていただければなと思うんですけど、確かに強くなってますね、戦闘機。竹光。竹光戦闘機は。お前、旧イラストじゃん。なんだお前、診断向いてねえのか。診断っていうかまあ、イラスト違いの方の係、向いてねえのか。エンゲージも旧イラストじゃないか、お前か。お前、診断向けや。課金しろ。コナミに課金しろ。
で、かがり一体で、しずくが出てきて、はい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 。で、しずくで一体で、はやて出てくるとか、すごいリンクするね。そんな使っちゃって大丈夫、先行で。しずくで、あ、を出せばよくない、もう。別に。カイナ。え、なんかそんなにリンクする必要あるんですか？ちょ、わかんないですけど。なんか、あれですか、貪欲なツボかなんか入ってます？もしかして。え？やばやばやばいやばいことしてる。ちょっと、まあできんだけど、ね、確かに。でも機械族縛り入ってるからそんなやばい盤面はできない。その機械族縛りが結構辛くて、ラドンは、え、そんなでやばい盤面できないでしょ俺多分。誰？ブルーインパルラス。あ、もうラドンじゃないんだ。そこ333、ちょマジでわからん。さあ3体リリース、これシンクロ召喚3レベル9ってこと？あ、パワーツールブレイバー、なるほど。あ、まあ機械族だからね。あ、これでなんか竹光ブームするってことか。なるほど。それ戦闘機でやることか。それ果たしてなんか戦闘機で、そう、もうちょいなんかあったろなんだ俺、ターンスキップもされんのか。ちょっと待ってくれ。なんか戦闘機から謎の、でもエクストラモンスターゾーンに出してんのもうざいしな。パワーツールブレイバー君の効果発動、竹光。あ、でこれで他の色あるんだもんな。いや、なんかドロー加速はめっちゃしようとしてきてる感はあるな。あー、お、黄金色ね。はい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 。で、黄金色の竹光、竹光っちーを、多分連打してめっちゃ、うわー、でもなんか手札の数やばいな、それ。手札の数はやばいわ。何この竹光戦闘ブレイバー。強すぎなんだけど。あー、強いな、それ。やばい、ここのエンゲージクソ強いな。ここのエンゲージクソ強いわ。もう魔法カード無限に溜まってるからね。無限に溜まってるから、これガチで強い。わー、やばいやばい。デッキ引き切るつもりですか、これ。もしかして。もしかしてですけど、魔法石の採掘きた。キアノス、ぶん投げて、ブルーインパラス、イン投げて、ぶん投げて、ブルーインパラス2枚入ってるのかよ。黄金色の竹光、はい。ちょっと待って、これ、それ犯罪やって、それ。それ犯罪なんやって。うーわ、来たーいや、だと思ったわ。なんか無限にさ、そのなんかリンク召喚してたもんね。謎に。おかしかったもんね。無の煉獄、無の煉獄。魔法石の採掘。やばい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 。ガチでやばい。引きすぎやね、お前。カードを。だと思ったわだと思ったわ、マジで。そう、戦闘機使ってやることか。クソがよ。キアノスさんに謝れ。